いつもご視聴ありがとうございます。原采配には我慢が足りない。大物 OB 廣岡達郎氏が5連敗の巨人に勝つ。若手が育っておらず全く先が見えない。巨人は開幕直後から5連敗を喫し、開幕ダッシュに失敗しました。特にチームの中心的存在の坂本勇人選手、丸佳浩選手のベテラン2人が大不振。4月12日時点で両者ともに打率は1割台前半です。また8日の広島戦で原辰徳監督はチームの雰囲気を変えようと苦肉の策でベテランの松田宣浩選手をセカンドで起用しました。結果的に失策につながるドタバタぶりです。巨人の大物 OB で西武、ヤクルトで監督を務めた廣岡達郎氏は巨人の現状分析を行い、原采配に苦言を呈しています。開幕9試合までに5連敗を喫したのは2012年に続き11年ぶり5度目。廣岡氏は全く先が見えないとバッサリ切り捨てました。加えて開幕前から私は声を大にして言っているが、投手も野手も全く若手が育っていない。危惧した通りだ。長野久義、松田が入ってベンチは明るくなったが、言っては悪いが、よそをお払い箱になった選手に、この危機的状況は変えられない。補強すべきはベテランではなかった。そもそもチーム作りが間違っていたんだ。去年使っていた増田陸、廣岡大志、松原聖也らはどこへ行ったのか。門脇誠と中山礼都の若手ショート2人は見どころのある選手だが、まだレギュラーを取るまでにはいかない。頭を使っていないというか、後期での打撃内容が悪すぎる。コーチが教えていないんだろう。さらに松田選手のセカンド起用について廣岡氏は論外だと呆れています。守備位置は固定しなければならない。今年の阪神がいい例。大山雄介をファースト、佐藤輝明をサード、中野拓夢はセカンドと固め、ショートは小畑竜平と木浪聖也の併用だが、ポジションを固定したことで失策が減るどころか好プレーを連発している。巨人とは対照的。しかももう石みたいに足の動かなくなっている松田に二塁など無理だ。原は敗戦を選手の責任にしてはならない。起用している指揮官の責任なのだと厳しいコメントが止まりません。大不振にあえぐ坂本選手、丸選手、吉川尚輝選手をスタメンから外した原采配については、坂本はどこか怪我の影響なのだろう。丸、吉川にしてもそうだが、ちょっとどこかが痛い、まだ調子が上がらないを理由に簡単にスタメンから外すような選手ではないし、そういう起用法をしていくと選手として怪我に弱くなり衰えていく。まだ開幕直後ではないか。原の采配には我慢が足りない。まさか坂本や丸を2軍に落とすようなことは考えていないだろうとは思うが、実績のある彼らは試合に出て打席を重ねる中で復調していく選手。世代交代は必要だが、彼らを脅かすような若手を育てきれていない以上、まだ彼らを我慢して使わねばならないだろう。打順もコロコロと変えているが、それではつながりというものは生まれてこない。ここはまずは1、2番クリーンナップを固めて辛抱することだと提言しています。巨人の課題はとどまることを知らず、新外国人のルイス・ブリンソン選手は前の走者を見ていない走塁ミスとアウトカウントを間違うという草野球でも起こらないようなボーンヘッドを繰り返しました。廣岡氏は野球を知らないのか、コーチがアウトカウントをしっかりと伝えていないのか、こんな外国人などいらないと苦言。投手陣に対しては戸郷一人では厳しい。そもそも開幕ローテに新外国人を3人も使うような助っ人頼みのチーム編成が間違っている。しかもその3人には球威がない。赤星雄二、横川海にしてもそう。オリックスの投手陣を見てみなさい。軒並み球威のある投手が揃っているではないか。その違いがなぜ起きているかを巨人のフロントも首脳陣も考えねばならないと広範囲にわたって原采配とフロントを批判していました。廣岡氏の意見に対してファンも各々の思いが爆発。ネットでは世代交代は難しい、ソフトバンクでは工藤公康監督時代にまだできる内川聖一選手より将来性のある栗原陵矢選手の起用を選んだ。現存する功労者であった内川選手を外す判断は苦渋の選択だったはず。実績のある選手にはある程度引き際を選べる権利はあるから、引かない選手には監督が思い切るしかない。しかし今の巨人はわざわざベテラン選手を2人も連れてきた。しかも中島博之選手もいる中で、よくベテランに精神的支柱とか若手の手本とかとは言うが、そんなの関係ない。
完全に実力主義だと思う。チームの将来を考えたら、同じような実力なら若手選手を起用すべきなどと意見が飛び交っています。球界全体へ波及する原采配批判。原監督への批判は球界でも、広岡氏に限ったことではありません。主砲の岡本和真選手は12日の阪神戦で今季初ホームラン、同日終えて打率3割8分1厘と好調である一方、打点はここまでホームランの1打点のみ。2000安打をマークした評論家の山崎博之氏は、ヒットが出ても点が取れない、ベンチワークの問題でもあると原采配を批判。山崎氏は、9日の広島戦で開幕から無安打の松田を代打で送ったのも、そのままプロ初の二塁守備につかせた守備軽視の采配も疑問。案の定、お手玉しながら悪送球という失策を犯しましたが、松田は攻められない。あれで巨人ベンチの士気が下がったように見えた。二塁のスタメンで門脇を起用したのに、二打席凡退しただけでベンチに下げてしまったのも疑問。門脇をショートのスタメンに抜擢したのに、わずか一試合で開幕から無安打だった坂本に戻したことといい、理解に苦しむ。長野も重用しているが、ベテランの右の代打要員が何人も必要なのか。9試合で毎日のように打線を組み替えている。試合に出るか出ないかわからないのでは、打線もつながらないでしょう。と苦言。吉川選手の起用についても、期待を込めての副主将指名だったはず。そんな吉川は入団した頃から能力が高いと言われているのに、なかなか二塁のレギュラーに定着できない。それも打率が低いからと、3カードも我慢できずに先発から外してしまう采配によるところが大きい。不調だった FA 組の丸を外したと思ったら、同じ FA 組のベテラン梶谷隆之を使っている。開幕3カードの起用法を見る限り、本気で若手を育てる気がないということがわかります。またチームの老朽化も問題視される。かつて強かった頃は本塁打だけでなく足も使った。巨人には走れそうな若手がいるのに腰を据えて起用されない上、坂本や丸といったベテラン勢が走れなくなったことで相手に足で重圧をかけられない。これも得点力不足に拍車をかけていますと批判祭りです。他には広島で投手コーチや編成部長などを歴任した川端淳氏は、今年の巨人の投手陣は例年以上に未知数な新外国人選手に依存しています。開幕投手を含めたローテに3人、勝ちパターンのリリーフに1人、外国人選手はあくまで枝葉、助っ人に依存したチームを作ると勝てなくなります。結果を出しているヤクルト、阪神、オリックス、ソフトバンクはいずれも生え抜きの日本人選手が中心になっていますからと、広岡氏と同様の考えを展開しています。ベテランやお気に入りを重用し、若手はコロコロ変えて使い捨てと言わんばかりの采配。原監督自身で、同じ人間が長くトップにいると組織が硬直化すると持論を展開していただけに、早くも今後の去就に注目が集まっています。原前健監督に待ち受ける末路。原監督をよく知る NPB 球団元監督は、原さんのベンチワークが目立つときはチーム状態が悪いときが多い。シーズンは始まったばかりなのにもう追い込まれている感じがする。私は巨人を B クラスに予想したが、最下位もあると見ている。原さんが最後まで監督として持たないこともあり得る。去年から求心力は限界で、その時に辞めておけばよかったのだがとコメントを残しています。先ほども話に上がってきた門脇選手の初スタメン起用時、門脇選手はヒットも放ち期待に応えたものの、翌日スタメン落ち。門脇選手はスタメンに起用された試合でノーアウト1塁の場面で初球を簡単に打ち上げ、ファーストフライに倒れたことがスタメン落ちの理由と考えられています。門脇選手の凡打の際、原監督はベンチを叩き怒りを露にしていました。前出の NPB 球団の元監督は、強攻策は原さんの判断、たった1日で外されれば門脇には初安打した手応えより後期に凡退した自責の念ばかりが残る。それもマスコミに対して試合後に明日は坂本に先発で行ってもらうと明らかにする新聞事例のような形でね。若手選手が萎縮する原さんのやり方は今年も変わらないんだなと思ったと嘆いています。原監督はご存知の通り、現在第3次政権です。2003年の第1次政権の際、選手の失策で帽子を叩きつけた過去があり、周囲からは当時とリンクするという声まで聞こえてきます。そして当時原監督は同年限りで監督を退任。原監督は2003年の退任会見で、巨人の監督とはと問われ、勝つということが全て
と答えています。となると、このままチームが低迷し続けた場合は原監督の辞任が待ち受けているのかもしれません。それでも期待したい。巨人にとって最悪のスタートとなった23年シーズン、開幕9試合までに5連敗を喫したのは12年に続き11年ぶり5度目のことです。しかし12年は最大 6.5 ゲーム差を逆転して優勝を果たし、日本一を奪い取っています。そして当時の指揮官こそ原監督です。もちろん課題は多くありますが、坂本選手や丸選手らといった実績十分の選手がこのまま不振続きでシーズンを終えていくというのは考えにくいでしょう。であれば復調してきた際には一気に上位浮上の可能性もあります。まだスタートしたばかりなので、じっくり戦況を見守りたいですね。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。